おはようございます。徳永健三です。今回は、佐賀、玄界灘の、平政ゲームをご紹介したいと思います。これから発売されるトレジアロット、トレジアペンシル、面白いゲームを紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。9.3 キロブリです。トレジアペンシルで釣れました。ロットが、ロットがですね、トレジアの 86G ですね。トレジアの 86G に、ラインが、本来であれば6号までなんですけども、特に大きいヒラムシが釣るので8号まで、P の8号まで上げてます。ドラッグテンションは10キロで、今勝負してますよ。最後は、ちょっとこう刈りどころ悪かったせいなんでリフトしたかったから15キロぐらいまで、ドラッグテンション上げてあげました。結構いい仕事してくれます。86はやはり飛距離の欲しいところですね。あと三好の釣りに、おすすめです。80の方はですね、胴の間、それから、トモ、こうバックキャストが取り切れないポイントでも場所でも、自由自在に扱えるので使いやすい一本だと思います。基本的にはストップアンドゴーです。ただそのストロークの長さと、使い方強さが、条件によって変わります。今回はイワシというせいだったのか、ショートジャークの強い、ちょっとメリハリの効いた動きによく反応してました。波も風も潮の動きも一定じゃないんでね、この潮の中で一番こうルアーが掴んで力加減とスピードを上げる。トリアの場合水がすごく柔らかいんで、ペンシル、ダイビングペンシルが非常に動かしやすい動向でになってますから、調整しながら自分の方からこう積極的に調整してルアーを動かすことができます。あ、出た。私のルアーに出た。
今俺のライン。私のぐらい出たんですよ。うん、そうですね。いや、追ってはいるんですね。反応するんだけど。ピッチでしょ。基本は一緒ですね。ただ、短くて軽いんで、もっとショートな感じになりますね。あとあんまり強すぎると水面飛び出しちゃうんで、こう水に絡ませながらショートな感じで。投げないの？やってる後ろ左側。よっしゃ。オルポは一発です。グラサイズ下げた方がいいね。トリジラ選手だとこう乗ったんですけど、ちょっとかかりが悪くて、オルポは2回から一発です。このラーが飛ばすっていうの結構ヘビータックでも難しいんですけど、今 T6 号に170ポンドってタックを使ってあげて、飛距離がですねこれだけ出ますから、マグロの油打ちなんかでもですね相当使える竿ですね。
お疲れ様です、玄界団のキャスティングゲーム青物平正ぶりをご紹介しました、まず目で見てですね、魚とのごコンタクトがはっきり分かるというところですね、魚を探して投げて誘って釣る、それが全て目の前で起きるというのが、一番、醍醐味じゃないですかね、トレジア、それからオルコア、どちらのルアーも、素晴らしい、成果を上げてくれました。それからこちらに新しく持っていったロッドですけれども、トレジアロッド、こちらはですね 86T と 80T、それぞれ使いやすくて、ヒラマサ、マグロ、トップオーダーゲームにぜひおすすめの一本です、試してみてください。